ミノモンタの夜バズはインターネットテレビ局アベマ TV 内ニュースチャンネルアベマヌズにて2016年4月23日から2019年6月29日まで生配信されていた報道番組であるアベマ TV 会局の目玉として当該番組の MC にミノモンタの朝ズバとミノモンタのサタデーズバットで司会を務めたミノモンタを起用した 冠番組である。ミノが報道番組に登板されるのは、次男の窃盗未遂逮捕容疑で2013年11月に降板して、以来およそ2年半ぶりである。アベマ TV を運営しているサイバーエージェントがメインターゲットにしている10代、20代、30代の若年層に関する社会問題を提起して発信する報道番組で、 ミノモンタが若者を本気で応援するコンセプトにネット上で注目される意のバズるに由来し、ミノにニュースボスとしてバズってほしい期待を含めた番組タイトルを命名した。アベマヌズのメインスタジオとして立ち上げたテレビ朝日本社敷地内の多目的スペース、ウムをリニューアルした EX ケアキサカスタジオのコケラ落とし番組として2016年4月23日、 配信開始。番組配信時のアクセス数は10万アクセス以だと紹介している。ただし、当該番組に限っては、2016年11月以降、特定ゲストをブッキングする様になって以降、視聴者層が本来アベマ t v が想定している10代から30代ではなく、壮年層以上の年齢層が多く視聴していることをアベマ t v の社長である 藤田進が2017年9月9日に EX シアター六本木にて開催された民間放送教育協会北海道、東北、関東、甲新越地区研究協議会にて明かしている。しかし、2019年5月末に週刊誌報道にて当該番組の打ち切りが報じられ、番組側からの事前告知もなく、同年6月29日の番組内の小彩りの 似顔絵コーナーで番組終了の告知を行った。ただし、レギュラー放送としての終了であり、選挙特番等の特番での復活を下平が改めて説明した。生配信中には、視聴者から意見をツイッターにて、ハッシュタグ、夜バズで募って、番組中に液晶画面にて紹介している。紹介された視聴者には、ノベルティ品をプレゼントしており、 また、2017年から前述の EX ケアキサカスタジオにて観覧している。視聴者にも同様のノベルティ品をプレゼントしている。過去2017年4月以降はひな壇には着席せずに一人だけニュースブースに待機し、ニュース読み上げのみに変更された。下記のいずれか一名が出演。ありがとうございます。